はい、どうも、ねぎまえでーす。つい先日ね、10日ほど前に、コスメティックプレイロ、危ねえ。コスメティックプレイラバーっていう、ちょっと待って、荷物が落ちそう。エペル君の誕生日に、マカロン作ろうと思って生クリーム買ってきたやつが、落下しかけてた。先月、4月の末の、そのコスメティックプレイラバー、痛い、原画展に、行ってきたんですよ。西武渋谷催事場があって、でそこに行って、まあ、それも動画にしたんですけど、今回もまた同じ場所でした。それ気づいたの数日前で、またすごいなんかグッズの一覧見てて、なんか出し方すっごい似てんなと思ったら、場所も同じだった。そうだ、一緒かと思って。で今回は抱かれたい男1位に落とされています、高市の原画展10周年の行ってきました。ってことで開封していきます。その前回のコスメティックプレイラバーの時より、買ってきた点数は多いと思います。せっかくやからクスタムここに置きながら、今回も初日に行ったんですけど、ゴールデンウィークも初日って思ってなくって、もうすごい人がやばかった。これはこの前自分で作った防湿ケース、ちょっと取りかけてるわ。とうたかさんとちゅんた2人を入れておきました。で特典がね、3つ、特典付きのチケットを今回も買ってます。マジでかっこいいよ。すっげー殴られてる。しばかれてる。こんな感じの。ポストカード。何これ？カード。入場特典の。と、これが、こっちがあれかな？グッズ付きチケットの特典かな？ミニキャンバス。これが今回のね、キービジュアルっていうか。いや、めちゃくちゃね、良かった、ほんまに。その前回のコスメティックプレイラバーの時は、BA さん。美容部員さんのそのメイクアップアーティストとかそういう感じのお話のものなんで、お店の店内をイメージした、あとコスメとかも置いてて、でこうタッチアップしてくれてるようなデザインのイラストとかもあって、でここは俳優さんのお話なんですけど、その俳優さんたちが出る舞台の地の婚礼ってあるんですけど、その舞台のこの何出演指定席の座席表とかもあったり、フィクションですっていう、そういうね楽しみもありました。であとそう、キャンバスボード、アクリルの方もあったんですけど、アクリルちょっと傷ついた時に目立ちやすいかなと思ったんで、キャンバスの方ができるならこっちがよくて、でそのキャンバスがレジ並ぶ直前まで悩んで結局買いました。あとはなんかね、今回その日割り販売になってて、これぐらいかな、日割り販売になってたけど、まあ別にその上限買う予定とかもなかったから、まあまあ全然私はそこまでね関係なかったんですけど、まずこれは何や、どう、すごいいろいろ出てきた。これはねっぷりしてきたやつのレシート、これがねっぷり、あとで無印のファイルに入れよう。あとこれも入場の時にさっきのカードとこのキャンバス3点セットでね、これもいただきました。で今回買ってきたのはこれも、ちょっとね直前まで迷ってたんですけど、実際ねこの実物見て大きかったので買いました。何やったっけこれ、サインシール。ここに今イラストがあるのと、ここあとサインがあるんですけど、これがね透けてる透明のデザインになってて、で2人のこのとうたかさんとちゅんたのサインがあります。ここちょっと触ったらねポコってなってるか分かるんですけど、結局シール2枚とこのカードみたいな、これが英語サイズなんかな。買う直前になんかすごい人並んでたら嫌やなと思って、電車でこうグッズ一覧見ながら見てて、じゃあこれが思ってたより大きそうやったから買おうと思って買いました、自分の癒しのために。でポストカード今回も1枚だけ、私が買ったのはねこの丸5番ってやつ、やっぱね2人セットになってるイラストが欲しかったから、2人写ってるポストカードのうちの特に私が好きなデザイン、この押し倒されてる感じとこの優しさが出てる、しかもなんかちょっとしゃあないなみたいな雰囲気もありつつでも嬉しくてっていう、いいね。でこれもねちゅんたも買おうか迷ってたんですけど、このとうたかさんのクリアファイルだけ買いました。これはクリアファイル ④ ってやつ、このねイラストがすごい好きで、以前このね桜木先生がツイッターかなでこのイラストも投稿されてて、その時からすっごい綺麗と思ってて、これ大好きなんですよ。でファイル買いました。これもまたねダイソーとかでこのファイル用の額縁とかあるじゃないですか、そのファイルに入れてなんかちょっと壁とかにね飾ろうかなと思います。でここが開封ランダム系なんで、まずこっち開けよう。あ幸せいった、なんか今日すっごい打つ。あ木のネイル買いました。久々にね
ちょっと納得のいく自画自賛できるネイルできた気がする。これは壁に飾りたいと思って、キャンバスボードも何種類かあったんですよ。8種類ぐらい、そんななかったっけな、のうち3種類迷って最終2種まで絞って、でもちょっとさすがに1個だけにしようと思って選んだのがこれ。やっぱりこういう感じのデザインが多分自分が好きな感じなんやろなと思った。買ってからもう1個何やったっけな、もう1個そう、あの台本とかがここにあって、ダカイチとかでも結構イラストでよく見かける上位のイラストのやつと、これと迷ってこれにしました。こっちの方がね、なんかあのちょっと2人の距離が縮まってからの雰囲気が出てるから、 なんでこんなにいいんやろ。わあすごい、なんかもうすごい幸せ。今昨日全部8巻まで読み返そうかなと思ったけど、結局眠たくて、でも眠たいなと思ったのに変な時間寝てしまって、仮眠程度で起きた。読めずやったかな。今から余韻でまた漫画読もうと思います。全部2点ずつかな。このトレーニングミニ色紙、これ2枚と、これ何やったっけ、あ、そう、名場面クリアカード。お店っていうか展示会のそのグッズ売ってるコーナー行ったら、実物がね、だいたいこう、何、展示されてて見れるようになってました。このサイズ感のやつで、アクリルコースターも、最初ね1個だけにしようかなって思ってたんですけど、絵柄がね好きなのが集中してたんで2個買いました。でこっちもちょっと1個だけにしようかなって思ってたんですけど、トータカさんはお迎えしたいなと思って、賭けの2個、全10種どうやろ、まず名場面の方から開けましょう。全20種やから、で2個しか買ってないから、まあ、割とねどれも名場面やから何出ても嬉しい、何出ても嬉しい、まあ、全部に言えることないけど、トータカさんとチュンタじゃなくても全然嬉しい、まあ、作品ダカイチのキャラならめっちゃ出しにくい。はい、オープン。めっちゃいい。ちょっとあの透明やか見づらいかな、なんか見やすくなるやつないかな。めちゃくちゃよ、あーこれいい、あのパパラッチ編好きなんですよ。まあみんな好きやと思うけど、パパラッチ編マジでいい。パパラッチいいな。よし、2個目開けます。2個目はこっちのヒントしたらいいんか。ほい、あ、よっ、あ、よっ、めちゃくちゃいいシーン。他なんどんなシーンやったんやろ。めっちゃいい。このサイズ感的にスマホにはもちろん入らんなと思って、だからちょっと2個にしたけど、もっと買ってよかったかもしれない。めっちゃいい。ラブラブでいてくれ、かっこいい。次この色紙開けます。色紙もね2つです。今思ったらスペイン編公開してから意外と時間日数経ってるんや。よし、これが、あ、こう、これか、これ取ったら見える。いきます、せーの、はい、あ、すごい、めっちゃいい。わ、このあ、いい、この2人が触れてる感じがすごいいい、もういい。わ、もう1個、意外とこのなんかね、色紙は一人ずつ写ってるやつとかもあって、だから多分そっち出るやろうなと思ってたけど、これまた向きわからんこと、こうやったっけ、あ、でもどっちみちあれか、白いやつがあるわ。いきます、せーの、はい、あ、あ、いい、めっちゃいい。あ、もうありがとう、わー、ありがとう。かわいい、いいな、なんかこんな、どうしたらこんなラブラブに、てかどうしたら出会えんの、こういう、私自分のこと諦めてるんですよ。自分の恋愛はもうどうでもいいやと思って、だからねこういうところで摂取してます。あとは私的にねコースターの方が本命なんで、先にこのアクスタ開けます。これは全10種、これとりあえず両方先に上だけ開けとこうか。最近ねあんま箱買いすることを減らすようにしてたから、よく耐えてる方やと思う、自分でも、自分を褒める。じゃあ2つ上開けたのでいきます。これどう入って、あ、やっとここで来てくれました、うさかさん。あ、この人もすごい重要人物よ、うさかさんのね。しかも今回のこのキービジュアルの同じスタイルの来てくれた、わあかっこいい。なんてことは、ちょっと待って、先輩をお迎えしたいな、ピキを。かっこいい、カズオビさん、うさ、わー、いいね。めっちゃ今眠たかったけど、すっごい目冴えてきた。じゃあ2個目、
せーの、あ、向こう、こうだ、そっか、せーの、はい、アクスタはこっちの2人が来てくれた。え、嬉しい。しかもこういう1人のやつも嬉しいけど、そう、あのね、10種類あるうちでもこう2組カップルがこう1つのアクスタになってるやつとかも何種類かあって、今回すごい、わ、嬉しい、バランスよ、嬉しいな、嬉しいな。なんかせっかくやからこっちバージョンの先輩も来てほしかったなって思ってたけど、これは、あ、ありがとうございます。嬉しいものですね。よし、じゃあ最後、アクリルコースター全9種、9か9、なんかこれはね、何やったっけな、なんか表紙のイラストとかやったっけ。なんかとりあえずアクスタ、アクスタじゃない、アクリルコースターの絵柄が本命やなっていうのを電車で思ってた記憶はある。こう向きかな、はい、あ、あ、かわいい。この猫になったバージョンのイラストもこれだけかな、唯一これだけかな、このデザインは。そう、これもちょっと弾けたらいいなと思ってた、かわいい。ここら辺がね、全部イケメンで来てくれてるから、こういうかわいい要素も入れておかないと自分がちょっと耐えきれへん、この美しさに。え、かわいい。でもこっちもこっちで癒されるから、結局全部癒しなんやな。2人の距離近いな、全部。そらそうか。よし、じゃあ最後いきます。最後、せーの、ほい、あ、あ、同じの出ちゃった。あ、ほんじゃこれはちょっとさすがに高市好きな友達に1個プレゼントしようかな、せっかくやし。2個持っててももったいない。あ、2個飾っても可愛いな。あ、どうしようかな、ちょっと迷おう。高市好きな友達おったっけ、そもそも展示会行くほど好きな友達っておるかな、数少ない友達の中に。一応ね、あのバラバラのところからポンポンって取ったんですよ。で、こっちのアクスタの方は10個セットになってて、なんか1人上限20やったっけな。で、2パック買えるけど、このバラ売りで買う人はレジで言ってくださいねシステムで、で、こっちの他の商品、この色紙とかこのコースターとかも全部トレーディングやけど、ここら辺はグッズ売り場に全部並んでました。だからこのね、アクスタだけがレジ販売、レジで言うシステムやった、初日は。多分また後々ね、あの個数制限とかも変わってくる可能性高いし、日割り販売っていうのも確かね、前日、昨日かな、一昨日、いや昨日やったはずとかに発表されてて、公式のツイッターで。わー、よかった、わ、すごい。でもこれでも抑えた方よ、えらいえらいえらい。このこれはコンプリートしたいなって思っちゃった。いや、でも私はもう今回ね、すごいこれ大満足なんですよ。すごい好きな、この映ってなかった絵柄のファイルも買えたし、あとね、やっぱせっかく買うならこのイチャイチャしてるところ、なんかもう、この二人見てたらすごい恋愛っていいなって思うけど、でもなんか自分で考えたら、なんか自分は気持ち悪い、気持ち悪いっていうか想像的にやばいか、自分最近そう思うことがある。最近っていうかここ数年思う、そうやって。だからこの他人っていうか、もうあのね、別世界の方々なんですけど、ここで癒しを得ていきましょう。わ、大満足。すごいちょっと散らかっちゃったけど、またここら辺もちょっとすごい斜めってるの、ここら辺とかにも飾れるかなって思ってたり、でもキーボードはここに置いとかないとすごい邪魔になる。でもね、最近ちょっとデスクを買い替えようかなって思ってたりもするので、そのタイミングでここら辺もしなんかちょっといじったら、ここら辺にボード飾るか、こっちにボード貼るかとかで、いろいろちょっと考えていこうと思います。というわけでね、自己満の、すっごいマジで今日よう打つ、何、あ、でもこっちすごい得してるからいいよ、んな多少の打撲なんて。あとはなんかちょっとね、ドンキとかで日用品買って、それも動画撮ろうかなって思ってたんですけど、さすがにちょっとゴールデンウィーク初日の人の多さ舐めてて、でほんまは初日家出たくなかったけど、これ展示会が初日に行きたいと思って、チケットもせっかく取ったから出てみたけど、やっぱりちょっとあのドンキ行こうっていう気分になられへんかったから、またね、近々あの日用品買ってシャンプーとかも買いたいなと思ってるから、それも買ったら動画にするとは思います。買いに行ったらの話やけど、ゴールデンウィークって長いんよな、終わってから行こう。というわけで以上、開封動画でした。バイバーイ。